ムハンマド・タキー、または、ムハンマド・ビン・ジャハリこと、ムハンマド・タキー・アルジャン・ファリー、ビン・ジャハリは、シンガポール出身のサッカー審判員。2012年から、国際サッカー連盟に登録されている、国際審判員であり、AFC チャンピオンズリーグを、はじめ多くの国際試合の主審を担当している。2012年から、国際審判員として登録されている。二千十三年、 シンガポールカップ2013決勝、タンジョンパガーユナイテッド FC 対ホームユナイテッドで主審を務めた。2014年には、シンガポールチャリティシールドとシンガポールカップで共に主審を務め、同年の S リーグの最優秀審判も受賞した。2015年、副審のジェフリー・ゴーと共に、AFC アジアカップ2015に予備の主審としてオーストラリアに派遣され、 第4の審判員を務めた。2017年5月に韓国で行われた 2017FIFAU-20 ワールドカップではビデオアシスタントレイフェリーの一人として派遣された。同年7月にシンガポールで行われたインターナショナルチャンピオンズカップ2017ではチェルシー対バイエルミュンヘンの試合を担当している。同年10月には 彼は 2017FIFAU-17 ワールドカップの審判員としてインドに派遣されグループリーグに試合を担当。さらに、アルビレックス新潟シンガポールとグローバル西部 FC との間で争われたシンガポールカップ決勝も担当し、アセアンサッカー連盟の最優秀審判員に選出されている。2019年、アラブ首長国連邦で開催された AFC。 アジアカップ2019に審判団の一人として派遣され、主審を務める。その後、ポーランドに派遣され、2019FIFAU-20 ワールドカップの試合の主審を務めた。ありがとうございます。